こんにちはの島徹です今日のテーマは鹿島浜宿3月の2324で開催されました合同の蔵開き鹿島酒蔵ツーリズム2019に多くの方が県内外から訪れそして種類豊富な鹿島のお酒を飲み比べされました。 この鹿島市では6つの蔵で新種の試飲会やそれから見学会ができて白壁の建物が並ぶ肥然浜宿を中心に多彩なですね催し物が開催されました先日、この肥前浜宿の方に行ってまいりましたのでそちらの様子をご覧ください今日は肥前浜宿に来ております。 えー、この日はですねちょうどこの酒蔵ツーリズムの前日にあたる日でございまして多くの蔵元さんが準備に勤しんでおられました、えーまあ、この日も酒蔵見学っていうのはできまして、えーまあ、酒蔵の一つミレマス市さんの方に見学に入ってみました、えー こんな感じでですね多くのお酒が所狭しと並べられておりましたまたいろんな種類のお酒を取り扱ってますんでまあ贈答用のお酒等も選ぶことができますさらには酒蔵のです、ね、様子またどのようにお酒が作られるのかというのも勉強することができるようにいろんな工夫がされておりました また奥の部屋には、ね、昭和の部屋というのもございまして覗いてみますとこういった昔のテレビやですねそれから、えーまあ、おもちゃなどですねまたレコードもですね、えー、本当に懐かしいものばかりが揃えられていて、えー、本当レトロなちょっと時代がタイムスリップした感じがいたしました。贈、え、答、ー、用のお酒として えー、この三竹といいう、うん、お酒を、えー、購入させてたただきました、えー、このように鹿島・肥前浜地区にはですね、えー、多くの大きな、まあ、蔵元がですね軒を並べているんですけども、えー、この日も目立ったのはですね、えー、外国人観光客特にアジア系ですね、えー、の方がまあバスでですね、えーえー こちらの方まえたここ数年ですね、えー、訪日の外国人の30%を占める中国人にとってですね、えー、青森県や佐賀県が今注目の観光スポットになっているということでございました、まあ、今までは東京大阪京都などですね、えー、メインの <laughs> 場所を えー、見て回るのがあ、まあ、一つの流行で、えー、爆買いとかもよくありましたけれどもそういったものの,、えー、の時期がございましたしかし今はですね、えー、まあより観光を目的として、えーまあ、訪れるか中国人が多いということでございます。特に佐賀県はですね 中国春秋航空が上海佐賀直行便を運行している関係もありまして有田の陶器やそれからこのような比善浜宿のようなですね酒蔵を見て回るこういったことがですね非常に流行っているようでございます世界から見てですね佐賀の魅力が今高まっている ということも言えるんじゃないかなと思います、えー、帰りにはですね吉田正月堂さんの、えー、鹿島メーカー薪洋館を、えー、購入して、えー、帰ることになりましたこのように魅力たっぷりの鹿島比善浜宿ぜひ一度訪れてみてください、はいえー、今日のサーガー一番 TV では 鹿島秘前浜宿を特集させていただきました次回お楽しみに